俺の名前は小峠カブト。110キロを10発撃つ。アモー組のジムで体作りに励む武闘派の極道だ。アモー組には複数の鍛錬施設がある。筋細胞を破壊。青山の兄貴160キロでセットか。このジムもその一つだ。青山、来月は262キロだな。それ日本記録ですが、不可能とは単なる先入観です。武闘派はその体が資本、パワーは義務だ。野田の頭は鍛錬メニューを射程に課している。足腰が弱いやつを人間と認めん。目指せ人間。鍛錬先日勝負一瞬、サボるやつは瞬時に死ぬ。教訓ありがとうございます。よっしゃ、お前ら予定なかったら飲みにでも行くか。乾杯。酒は人生に耐えるための麻酔。トレーニングの後のビールはたまんねえんだ。まあ酒が進めば身の上話にもなる。工藤、お袋さんは心配してねえか。ああ、工藤の兄貴は都政で殉職してる。きっと不安だろう。そう、この工藤厚生はあの工藤の兄貴の息子だ。自分の息子ってのはこんな可愛いもんか。あなたに似てる。その工藤の兄貴は、工藤の兄貴、先の覇王戦争で俺たちを守って死んじまったんだ。心配してると思います。ただ母も愛した親父に憧れたので無理やり納得してるのかなと。そうか、大事にせえ。お前寮だろ、マメに連絡しろ。あと記念日は死んでも忘れるな。先輩と話す時間は人生の糧になる。話の流れから工藤がこんな質問をぶつけた。そういえば野田の頭ってどういったご家庭だったんですか。確かに聞いたことがありません。だがしれっと帰ってきたのは思わぬ言葉。親父はあの世、お袋は何十年も入院しとる。平然と言われたが衝撃的すぎた。それはどういう。お伺いしてもよろしいのでしょうか。お前がお袋を大事にするなら構わん。そうして野田の頭は自身の歴史を語り始めた。野田の頭は望まれない子供だった。あなた無事産んだわ。一人で頑張ったの。お前本当に産んだんだね。特に父親にとっては元気な男の子よ。でね、あなたに名前つけてほしいんだ。名前な。そうだ、思いついた。お前初めて出産したし、初めてどうだ。父親は何かを調べもせずにこう答えたんだ。初めね。うん、かっこいいかもしれないね。こうして野田の頭の名前は決まった。この父親の名は津山宗太郎。俺はいつも直感、考える時間なんて無駄だ。あちこちで女を作る遊び人の極道だった。バブ、野田の頭は愛人が産んだ子供だったんだ。母親は特に勉強だけは熱心に教えた。みかん3個、1個食べたら2個。はじめ、天才、将来は東大かしら。ママ大好き。きっと我が子の老いたちに負い目があったのだろう。父親はたまに遊びに来ていた。アメリカのかっこいい服を買おうかなと思ってさ。うん、似合うと思う。母はこんなクズに惚れていた。これ少ないけど私にして。おう、サンキュー。金づる、それがなんと6年だ。じゃあまた来るわ。あ、はじめがお父さんに言いたいことあるって。お父さん、僕ね、もうクク言えるの。クク81。ああ、すごいすごい。この父親は我が子の名前を呼ぶことすらなかった。だがある日の母親は何かが違った。はじめ、私たちは幸せになる権利がある。もう許せない。え、お母さん、これ何してるの。あそこがお父さんの家。なんと息子の手を引いて父親の家に来たのだ。え、どういうこと。まだ幼い野田少年は意味がわからない。パパ、動物園行こう。ライオン見るか。そんなの金がやばいわよ。そう、そこにあったのは父親の家庭だ。なんだお前、いきなり来てんじゃねえよ。あなた、お願い、もう少しうちにも構ってよ。付き合う時はさ、嫁とは別れるって言ったじゃない。そういう母親の目はおかしかった。無論本妻もその状況をすぐに悟る。あんた、外で遊ぶのはいいけどさ、ちゃんとしつけなよ。暴走してんだよ。あんた、目かけのくせに出しゃばんじゃないよ、消えな。その目は明らかに見下すもの。そこからは子供が見るもんじゃなかった。あ
あなたが消えてよ。席も入れてないくせに立場わきまえな。お前らあっち行っとけ。うん。どうしたのお母さん。世界中の不幸が私に降り注いでるんだ。その日の母はおかしかった。言い合いが長く続いたその時、ねえ君ってかわいそうだよね。え、突然その息子がこんなことを言ったのだ。僕が友達になってあげようか。いつも四方公園で遊んでるよ。その言葉はどこか上から目線にも感じた。だが母は毎日働き詰め、うん、友達になろう。孤独だった野田少年はその誘いを喜んだ。結局そんな話が着地するわけがない。てめえら話が長えんだよ。おられ全ての元凶の土星で強制終了だ。聖一郎、あいつらうちよりも下なのよ。うん、わかった。野田家族は明確に下に見られていた。その次の日、野田少年は九段の公園に向かった。聖一郎くん、遊びに来たよ。あ、来た来た。そこには他の男の子たちもいた。じゃあ鬼ごっこしようよ。大芋のじゃんけんだ。うん。純真無垢だった野田少年は気づかなかった。じゃんけんポン。ああ、僕だけパー。じゃあお前が鬼だね。うんうん、銃数えるよ。こいつらは最初からおもちゃにするつもりだったんだ。だが当時の頭はそんなことをつゆも知らない。タッチ、鬼交代だ。チッ。徐々に息子の陰湿さは増していく。なら俺もタッチ仕返しだ。なんとタッチといい、グーで殴ってきたんだ。そして次はかくれんぼ。鬼はまた野田少年だ。もういいかい。まだだよ、200数えろよ。よし、このまま帰るぞ。それすごい面白いね。天才だろ。あいつは身分が低いんだよ。あいつはただのおもちゃ。飽きたら帰るんだ。時間の無駄だから。この息子は徹底的に人を下に見る人間だった。結局野田少年は暗くなるまでみんなを探し続けた。あれ、どこにもいない。帰っちゃったのかな。2回のゲームとも、僕が一発で鬼になった。何かずるいことされてたのかな。なんで嫌われたんだろう。野田少年は一人泣きながら帰った。公園に行けば必ず冷遇されたんだ。だが悲劇は連鎖的に続く。人生やり直したいのに、あんたが呪縛なんだ。お母さん、やめて。世界中の不幸が私だけを襲うんだ。お母さん。大好きだった母親は酒に溺れ、正常じゃなくなった。それでおふくろは精神病棟行きじゃ。7歳からは施設で育ったわ。なんというか壮絶でございます。それからはどうされたんですか。グレートにグレてグレンタイ行きじゃ。それしかなかったからね。大人になった頭はグレンタイのトップとなる。脳みそが別格なんじゃ。カリスマ性マックスなのだから当然だろう。アゴ破壊、お前召使い。マシンちゃん。そして敵をも飲み込み、組織は自然と拡大していった。だが巨大化を続けた組織の弊害が出る。野田さん、ムカつくやつを締めてくれません。ああ、誰じゃお前は。いや、昨日飯食いました。お前端っこにおっただけ、一言も喋ってない。死んではいた。組織がでかくなりすぎて、うぞうむぞうが勝手にへばりついてやがる。俺には人を育てる力も育てる気もない。この組織はどうなるんじゃ。若き野田青年はどこか焦燥感を感じていた。そんなある日だった。野田さん、極道がうちに手紙をよこしてきました。極道だと。傘下に入るか、うちの人数が欲しくなったか。え。だが末尾の言葉に頭は目を見開く。手紙に書かれていた名前、津山組、津山誠一郎だと。その名前に見覚えがあったんだ。あのクソガキじゃねえか。そう、あの時自分を冷遇した本妻の息子だ。あの息子は極道だった父親の後を追った。その父親は組長に、そして息子は幹部に昇格していたのだ。俺の名前も覚えてねえってわけか。笑わせやがれ。そして翌日、野田の頭は奴が指定してきたビルの一室を訪ねた。津山の頭、客人が来ました。どうも。巨大グレン隊のトップ、わざわざお越しいただき。あ、津山もその顔を見て感じ取ったらしい。おお、お前多分そうだよな。名前はなんだっけ。
野田はじめだ。そんなことも知らんでうちに声をかけたんか。名前を聞いて奴はやっとガテンが言ったらしい。あ、野田だ野田。昔遊んだよな。なら話が早い。お前の組織うちの下につかねえか。昔からそういう関係じゃねえか。それは根本から野田家を見下すあの時の目だ。クソは年を重ねてもクソか。急に催した。ちょっとトイレだ。そうして野田の頭は席を立つ。ああ、早くしろよ。まだだよ。何言ってんだこいつ。だが野田の頭は待てど暮らせど帰ってこない。ボケがどんだけ時間かかってんだ。トイレを見ると、舐めてくれんじゃねえか。なんともうその場にいなかったのだ。それはかくれんぼの意趣返しだ。野田、いいぜ。戦争してやるよ。極道の恐ろしさを骨身に刻んでやる。あの時かくれんぼ以来ずっとあいつを探してた気がするが、やっと見つけたぜ。実は野田の頭は喧嘩になると予測していた。打ち合わせのビルを出ましたね。その日もう奴に監視をつけていたのだ。気分が悪い。今日は誰か持ち帰る。断れるキャストはいないかと。護衛は一人、キャバクラシンフォニーに入りました。愚鈍なフールが、その日のうちにもう奇襲が来るとは思うまい。それからわずか15分後だった。お前とりあえずしんどけ。え、頭破壊、愉快、痛快。そう、そこにいたのは野田の頭だ。この津山に用がある。女どもは出て行け。しかも単独で乗り込んだんだ。そしてその息子と二人きりだ。おいおい、一人か、笑わせんなよ。だが腕に覚えがあるのかひるまねえ。めかけの子が抵抗しても無駄なんだよ。お前、野田じゃなく無駄に解明しろよ。奴はまだ見下すような表情を浮かべる。うるせえ。どっちの人生が濃かったか、どつき合いで決めるか。そんなもん乗るか、バカや。うるせえ。奴が手にしたドスを蹴り飛ばす。殴り合い中途じゃ。ビビって無理ならそこに土下座だ。なめんじゃねえ。ほら、死にやがれ。わざと食らってみたが、なんじゃそりゃ。生まれで人に優劣をつけるゲスの人生がいかにしょうもないか、よう分かった。次の瞬間、野田の頭の拳が飛ぶ。拳に魂が乗っ取らんのじゃ、ブラー。その凄まじい一発は激しく顔面にめり込んだ。奴の顎が砕け、もう立てなかった。今までの苦労は謝る。助けろ、俺。お前は楽にはしなさん。穴だらけがお似合いじゃ。命乞いしても無駄、泣いても無駄。そしてお前の人生こそ無駄なのだ。次の瞬間、アイスピックの雨が降り注ぐ。無駄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 。俺の名前は無駄。しょうもなさすぎる最後じゃ。この連撃により息子は絶命した。そしてなんとかしらはその足で津山組長も捕まえる。津山、俺を覚えとるか。父親はその面影に気づいた。あ、お前はまさかあの時の俺の子か。待て、なぜ茶化を持ってる。お前の組とうちは戦争状態じゃ。そんなも知らんのか。何、お前グレンタイだったのか。まずい、今日は護衛をつけてね。お前がいるなんて知らなかったんだ。何より俺はお前の父親だろ。ふざけ、一遍でも俺の施設に来たんか。一遍でもお袋の見舞いに行ったんか。名前だって確か俺がつけたはずだ。その感謝はあるだろう。じゃあその名前言うてみ。確か一郎かな。はじめじゃあボケが、己に生きる資格なんかあるかい。そうして野田の頭は実の父親をも殺したのだ。そして野田青年は母の元を訪れると。お母ちゃん、愛する息子が来たぞ。調子はどうだ。はじめ、来てくれたのね、私の大切な宝物。
母親の記憶はあの頃のまま更新されていない。頭は名前を付けられた経緯なんて何でもいいと思っていた。お母ちゃん、大好きなみたらし団子買ってきたぞ。あら、お小遣いで。はじめは優しいわね。母親が覚えているこのはじめという名前が一番だったんだ。話を聞き終えた時、俺たちは号泣だった。もう前が見えない。カジラ、ご苦労されたんだよね。泣ける。なんちゅう貴重な話なんだ。お前らどんな顔したんじゃ。まあその後おやすさんに惚れて組に入ったわけだ。組織は解散、未練もなかったからな。この話もまたいつか聞かせてもらおう。こうして飲み会はお開きとなった。過去ばかり話すのは愚行だがね、時に自分の足跡を思い返すのは悪くない。大好きな野田の頭、5倍増しで好きになりました。俺も反省してお袋に会いに行ってきます。まだ涙が出ないので。お袋がいるうちに大事にせえ。人には必ず歴史がある。俺たちはまた頭から大事なことを学ばせてもらった。本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では闇をテーマに様々な物語を展開していきます。他の動画もぜひ。